え皆様こんにちは。木村佳子です。今日は二千二十四年五月二十九日水曜日ですね。えー、今日はですね、この長期金利の上昇があってですね。日経平均株価は引けにかけて値下がりして。まあ下げ止まった感があるかなというところで終わって。えー、このしまいました。で長期金利上昇は。 まあ株式市場に影響を与えるんですけども、まあ、それにつきましての、ね、お話とそして都認可のです、ね、東京再開発関連銘柄につきましてのお話もさせていただきます、えー、先日ですねこのコメントを拝見していましたら三井不動産と住友不動産500株ずつ買ったけどえー、なんか都知事選挙で不確実性が増してくるとあーっていうねコメントをいただいておりました。 まあお金持ちだと思います500株500株不動産株にね、えー、この入れるということはねよっぽど不動産株なんか思い入れがおありなのかなと思いましたけど、まあ、通常は不動産500株買ったらば反対の動きをするものを500株でですねバランスシートをよくしようとするんですけども、まあ、その方はやっぱり三井不動産と住友不動産両方500ずつ買ったということなんですね。 でえー、それにつきましてねまあまああんまりご心配することないとは思いますだってどちらも一流企業ですからね株価復元力という点では期待できるものがあるかと思いますけどもさはさりながら都庁そしてその都庁をこの管轄する都,都知事が選挙で変わるかもしれないっていうのはですね、まあ、事業主体にとってみると、えー、都知事が許認可権のハンコを押すわけですからね。やっぱり まあ変わったらどうなるのかなっていうことをマーケットはちょっと気にする可能性はありますよねそして、えー、今日のマーケットでもわかるようにこれから先の長期金利の上昇もですね不動産セクターに影響を与えるかもしれませんのでねまあ、そんなところを意識しながらじゃあ東京再開発関連銘柄ってどんなものがあるのということを見ていきたいと思います、えー、今日もよろしくお付き合いのほどお願いいたします 今日の日経平均株価終わり値は3万8556円87銭なんですがチャートで見ますとこれ1分足なんですけども面白い動きとなりましたね。 九時三十分まではですね、順調に上がっていったんですよね。三万九千百四十一円九十九銭。ところがですね、引けにかけまして、こんな状況となりまして、まあ、この出来高がすごくできているということもご注目いただきたいんですが、まあ、結果的に、えー、ねなんでこんな展開になったの、ということですよね。で、その話を少しね、まとめてみましたので、見ていただきたいと思います。まあ、長期金利が上昇してしまったときっかけは、ということなんですが。 メガバンクの幹部の発言によりますということですね。で、メガバンクの幹部は何を言ったかということなんですけども、これから先日銀の政策ではですね、少しずつこの金利の引き上げを行っていくであろうと、その推測の下で我々は、 国債をいっぺんにドカンドカンと買わないよと言った。発言からまあ、この長期金利の上昇が見られたということなんですね。で、グラフにしますとですね。まあ、こんな感じなんですよね、えー、こちらのね図なんですけども、日経新聞社さんからお借りしてきた表なんですが。 まあこんなういう上昇がありますとやっぱりまあ住宅ローンを組む時に、えー、この購入者の金利負担があこのね影響しますしそうすると、えー、冷や酒のようにだん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 不動産が売れなくなってくるかなという懸念も生じやすいですしまたその えー、このメガバンクの幹部の発言のようにですねこれからもう、ね、金利が上昇していくということを考えればいっぺんに国債買わないよということになりますと、まあ、債券というのは100円で売り出されますでこの100円に対しまして1%の金利をつけますよなんていうことが最初の決め事なんですけども、まあ、途中でこの市場に出てきた債券は値上がりしたり値下がりしたりしてこの償還日まで行くわけですね。 ところがこのメガバンクの幹部の発言はどういうことかと言いますといっぺんに買わないんだとゆっくり買っていくんだとだって日銀の金利政策は次第に上げていくからゆっくり買っていけばいいじゃないかという発言なんですね。ということは99円になったり98円になったりする債券もこれから見込めそうだとそうすると最初約束した金利が1%だとしますと100円で1%が99円で1%ですと実質的には高金利という。 金利が上昇していいるるととうことにななわけなんですねそれでもって長期金利急上昇ということになったわけですがじゃあこれから先企業が資金調達するときにこの国債が今ね利回りがこれだから我々も債券の発行の時には少し高めにしないといけないかなということで企業コストが上がるということも考えられるわけですね。さてですすねこの長期金利が上昇を続けますと 企業が社債を発行してですねそして資金を調達しようとする時に、まあ、企業コストも上昇することになりかねませんよね。国債の利回りがこうなのに、えー、企業の社債の金利がこれだと買いたくないっていうことを意識するとですねおの、まあ、ずと えー、この高めの金利を設定して投資家に買ってもらうということになりますよね。そうすると楽天さんのようなあ多額のですねこの社債でもって、えー、この会社の資金を運用しているう調達している会社にとってみるとちょっとねねしくない傾向ですよ、ね、さて、じゃあ実際に日銀がですね本当にこれから先順次金利上昇をしていくかっていうのはですねまだ分かりませんよね。 6月の13日、14日が次の日銀の金融政策決定会合日なんですけども6月と言いますと第2金曜日が国内のメジャー S q オプションと先物の,の決済をどうするかということですねロールオーバーするのかあるいは売り決めするのか買い決めするのか、えー、その判断がこの第2金曜日のよりつきの日経平均で、えーね、つくわけですよね。 そしてその翌週の金曜日は海外,海外での S 級そうするとその後はとなりますと外資の決算そしてその後はとなりますと、ね、この7月バカンスデーそして7月といいますと都知事選、まあ、不確実要素がたまたま,たまこう重なっていますので、まあ、そんなことを加味しながらですね、まあ、無借金企業で行くという方法もありますし また、えー、先ほどの三井不動産とか住友不動産不動産セクターの会社の株を買いたいんだという方はですねもう思わぬ安値になった時には買えるということにチャンスをピンチをチャンスに変えていくという発想が、ね、あるかもしれませんよね。なので慌てず落ち着いて状況を見極めるという姿勢がいいのかなと思います。 東京のですね再開発関連銘柄としてですね、まあ、必ず1枚噛んでるということで三井不動産が注目されるわけなんですけれどもまずですねこの明治神宮外苑再開発の 事業体の中に名前を見ることができますね。神宮外苑地区の再開発の事業主体、宗教法人明治神宮、そして独立行政法人日本スポーツ振興センター、そして上場企業では伊藤忠商事株式会社、そして三井不動産株式会社となっております。さて皆様、この明治神宮、東京にお住まいの方でもですね、お正月などにお参りに行かれる、 私、関西人ですから、明治神宮にお正月に参拝に行くっていう、この習慣はないんですけれども、まあ、大変なですね、えー、人手があ、このね、例年伝えられる場所なんですね。で、こちらはですね、このお祭りしておりますのが、この明治天皇と、そして、えー、この、 皇太后さまをこのい,ただいてお墓自体は京都にあるわけですけども、まあ、こちらをこのお,前お祭りしているこの神宮となります。でこの明治神宮というのはですねもう緑豊かで、えー、地図で見てみますとですねこちらですねこんなあの青山一丁目とか信濃町あたりがこのね最寄り駅なんですけども。 広大な緑に包まれた中にあるわけですね。でこの国立競技場ですとかこの明治神宮野球場ですとか、まあ、テニスコートなどの、えー、再開発をしていこうとでここにその糸中小寺の,あのこのビルを建て替えましょうということなんですね。でまあ将来的にはですねこちらにこの都民 アパートなどがありまして、まあ、こんなところもですね。このね、一等地ですよね。こんなところもどんどん再開発していこうという動きがあるわけですね。さてですね。これをこの何が今問題になっているかと言いますと、このね。緑をどうするんだということなんですよね。で、これを拡大してみます。と、この4列のね。銀杏並木は？ 残るということで、これはね、良かったなと思いますけども、まあ、でも、この辺りは伐採をしていくということで、まあ、住民の方たちですとか、企業を愛する方たちから、なんとかしてくださいという声が募っているという状況なんですね。さあ住、あの三井不動産はどうするということなんですけどもね。 えさてですね、こちら三井不動産の説明資料からお借りしていきました。こんなふうにですね、まあ、結果的には1904本から1998本と、 この木の数は増えるんですけどもやっぱりまあ樹木を守りたいという方はですねこの辺り伐採するでしょうということを気にされてるんですねですけども三井不動産などの事業主体の方はここに新設しますからなんとかご了承をということなんで、まあ、やっぱりまあいろいろとね気になりますよね緑豊かな場所だけに、えー、まあこれからね皆様のこの保護活動が 実り大きいものになるためにはやっぱりまあどうしても切ってほしくないものをこの声を上げていくっていうことでですね結局その皆様の声が届いて追加移植樹木というのも増えてるんですよねここがこの赤いやつですね追加で伐採するのやめてですねそして追加に移植しますというのはこの赤いマークのところですから、まあ、それなりに三井不動産もですね、まあ、一生懸命努力をしてるということなんですけどもでもこのね 薄い字で見えにくいんですけど伐採樹木もそれなりにいっぱいあるんですよね。さあねなかなかその東京都の中の再開発は住民の方がね密集してる地域ですから、まあ、それなりに気を使ってやっていかないとこのいけないっていうことですよね。でもねやっぱり皆様のこの活動が実りをねこの示してますよね。移植しますとということの このの赤いのが増えてますからねまあそういう声を聞き届けてそして、えー、緑豊かな状況をさらに整備していきますということで、まあ、三井不動産としてはなんとかね住民の方の意見を踏み取りながらやっていこうということですね、まあ、こうした資料をご覧になりながら、まあ、これからのねトの姿を予想していきながらどういう場所がいいのかな 良くなっていくのかなということを想像してそして街頭銘柄を探していくというアプローチもいいと思いますねそして神宮外苑にとどまらずですね今度は東京タワー再開発があるわけですねで東京タワーの界隈を歩かれたことがある方はですねあの一帯は西部系のホテルがですね、まあ、ちょっとレトロな感じでねこの歩いて行けたりするんですよねだけどまあ一等地であるにもかかわらず 土地を有効活用しているのかという、ね、不動産屋的な発想で見ると建築家さん的な発想で見るといやもっと高いものが建てられるよねっていうふうに思うんでしょうねそうするとあそこも再開発その一環で芝公園も再開発ということですねそしてさらには築地再開発ですねこの築地再開発も、まあ、いろんな会社が入り込んでおります。 東京新聞のこの記事を開けてみますとですね、まずこの名前が挙がってきますのが三井不動産はじめ読売新聞グループそして鹿島建設清水建設朝日新聞社トヨタ自動車トヨタも絡んでくるとそして船着き場ヘリポートも整備するとそして、えー、将来的には東京メトロも上場予定ですからもう交通アクセスの、ね、良さをもう追求した あのニューシティ東京というのが、ね、絵図として見えてきますよね。そうすると、まあ、いろんな式典に出たいなと思ってらっしゃるかな、えー、小池都知事もですねこりゃあ私もう一期、えー、都知事を務めれば皆さんよろしくねっていうこともあるかもしれないですね。いいやままあすすすごいですねねそそしててのの、ね、東京ドームもこの築地再開発に乗ってきますと 今度ですね、この東京ドームがあるあの場所を再開発ということになりまして、もうどんどんこのお芋がこうずるずるずるっと引き寄せるともうあここも緑ここも緑っていう具合にですね、まう、あ、まい具合に展開していきそうですね。でそのあたりにもうどんどんタワーマンションが立ち。 そして土地のですねこの規制緩和でですね外国人が持ち主になってですねタワーマンションの上層階に住むんでしょうかねそして空飛ぶ車が行き交うんでしょうかそこをトヨタの空飛ぶ車が走ってるんでしょうかいやーなんかすごいことになってきそうでですすねいいやいやめまががしそうですさてこちらがですね。 先日の動画にも url を貼っておきましたけれども、まあ、今日も概要欄にですね貼っておきますね100年に一度東京の大開発が行われているということがわかりやすく示されておりますまずですね日本橋ですねこちらは三菱市市が手掛ける再開発事業です、えー、東京当地で日本一の高さとなるですねビルが建つほかですね この日本橋のこの上を走っている高速道路の地下化事業も控えておりますそして今度は日比谷公園周辺ですねこちらは第一生命そして東京電力ホールディングスなどによります東京クロスパーク構想ですね日比谷公園とこの 道路上空をつなぎ一体感を創出するビル群ができるわけですねでこちら帝国ホテルの新館も絡んでおりますそして今度は中野ですね中野中野も駅前にドーンとですねこの住友不動産のタワーマンションが建ちましたけどもあのあたりもこの土地のポテンシャルが高くなってきましたあのものすごくですね 私たちにとってみるとローカルなね 本当新宿にも近いし中野サンプラザがあるし中野ブロードウェイというものすごくお買い物が楽しいですね。えー、この商店街があるんですけども、まあ、そのあたり新宿にこんなに近いんだから開発しちゃおうみたいなことでですね、まあ、どんどん様変わりしつつありますね。こちらは駅前に丸井さんもございまして、まあ、ちんまりしたビルなんですけども、まあ、やがては、ね、再開発の建て替えもあるかもしれないなと思って眺めているところですね。 そして新宿駅の西口です、ここもですね昭和の匂いが漂っている場所だったんですけれども、小田急百貨店のもう大工事ですね、もう本当、地下街は迷路のようになっております。そしてですねこちら、トヨタ自動車、こちらが絡む、この東京オリンピック村の跡地開発ですねそうしましまて渋谷のね。 この大開発こちら東急グループですねそして品川駅の西口京急、えー、電鉄やトヨタ自動車などがこの絡んでいる場所ですまここはですねこの静岡県知事も変わりましたのでまあ、リニア新幹線を推進するという流れにはちょっとねこれからの滞ってた流れがあのうまくいきそうですけどもさてあのー、選ばれたあ 県知事さんはメガソーラー推進派と言われてますのでね、まあ、それがこの皆さんにとって懸念材料となってるかなと富士山の近くですからねえ東京大開発100年に一度のですねもう大開発の中に、まあ、かなり頻繁に名前を見かける三井不動産ですねチャートの格好はですね、まあ、上昇したことの反動によります下げと まあ調整ですね。そして、長期金利の上昇もちょっと嫌な感じということでですね、まあ、若干こう突っ込んできてますけどね、まあ、あの超一流企業ですので、まあ、株価復元力という点ではね、そんなに心配することないと思いますね。三井不動産、案件は目白押しですのでね。まあ、この外部環境などの影響も多少受けて今現在ちょっと調整しているというところですね。まあ、そんなににご心配には及ばない まあ、超一流企業でですすからねねそしてです、ね、この長期金利上昇がですね運用力のプラス面がありますよということで、えー、三菱 UFJ 並びに銀行株ですね、まあ、東京大開発となりますとそれなりにファイナンスの機会も増えますからね三菱 UFJ 並びにあのこのメガバンクにはチャンスではないでしょうか。そして 私は個人的にはこのゆうちょ銀行というのはねのい,い,いいなと思って見てるんですけどチャードの格好もいいんですけどもね、まあ、メガバンクの中では三菱 UFJ やあ三井住友フィナンシャルグループなどがこのね目を引いてますしそしてまあ個人投資家向けとしましてはゆうちょ銀行かなと思うんですけどねそしてトヨタマネーのね出番もこれから多そうですよねトヨタは先ほどの三井住友よりも若干ですね突っ込み方が緩やかですよね 何しろ時価総額トップの会社ですので、まあ、トヨタ自動車は引き続き、ねまあ、この株価復元力のある会社かなというふうに思いますね。そして、ね、私が今回まあ注目したいなと思いますのは、まあ、長期金利がこれからも上昇するのであれば、まあ、キャッシュリッチ企業というのもありかなと思います。まあ、そんな中でですね、まあ、この ホホヤヤななども、ね、十分、ね、賛があるのののでで、はいいいいいかとと思思まますす。まあ、のチャートを見ていきたいと思います、まあ、やっぱりねキャッシュリッチですしまた医療ヘルスケアですとか半導体関連でもあるこのホヤ株ですね皆さん目のつけどころが早いですよね395円高ということなんですよねやっぱキャッシュリッチ、えー、長期金利が上昇してきても全然応えないよということで。 このね PR は34.3倍なんですけどもそして配当利回りもねそんなに目を引くようなね配当利回りではないんですが強いですねほや、えー、まあキャッシュリッチ無借金企業に近いね非常にお金持ち企業ですよねほや、えー、コード番号は7741ですねそしてですね、えー、配当ねそんな少ない金額ベースでは少なくないんですけどね110円です。そして、まあ、売上も、ね 少しずつ増えてますし数字的にはねなかなかあの立派な会社だと思いますそしてもう1社キャッシュリッチ今日上がってますね77円8269円任天堂ですね7974ですまあチャートの格好もねちょっとこれ見にくくなっちゃってますけども悪くないと思いますよなのでまあ,あのゲーム機器ですのでまあそれなりにねこの波ありますけども 山田にありますすけども円円だか皆さん早いですよねそうだ、えー、長期金利が上昇してきたそしたらばキャッシュリッチだということで動かれたんですかね。というわけで、まあ、あのメリハリつけた投資東京が今後100年に一度の、まあ、様変わりしていくということを考えますとね、えー、これからのデベロッパー関連株も捨てたもんじゃないと思いますしまたちょっとその途中のね 金利の上昇などは不確実だ。都庁のこの関連の銘柄でこれから都知事選もあるし、ということを気にされるんであれば、キャッシュリッチ企業っていうのもありかなと思いますね。この後、少し雑談タイムを設けさせていただきます。えさてですね。今日はお肌のトラブルに悩まされている方に、ちょっとこう発想の転換ということでお話しします。私ですね。お肌ですね。すっごい荒れてるんですよ。 それで昔はですね、まあ、木村さんあの顔の造作はともかくとしてお肌は綺麗だわねってまあね褒められてるのかなんちゃらか分かりませんけどもよく言われてたんですよで。肌は自信があったんですよところがねもう下手くそなっていうか知り合いの奥さんになられたこの内科医の女性がこのいきなり多分野の 美容皮膚科みたいなことをなさってですね「木村さんぜひうちの家内のクリニックに行ってあげてください」とか言われてですね付き合いのいい私が行ったらですねももううむちゃくちゃゃくににされままししてもう肌はボロボロロなりましたでこの肌のボロボロ状態がずっと続いている上にアレルギーが発症してもう真っ赤になってしまうんですね毎年。 でなんでかなと思っていろいろなことをしてですねそして最近ふと思いましたのは顔だけものすごいアレルギーが出るんですよ。でねじゃあ顔だけになんかやってる特別なことって何かなと思いましたらば一つ思い当たりました日焼け止めクリームですもうシミになったらとんでもないと思うからとにかく洗顔して外に出かけるときは必ず。 日焼け止めクリームを塗ってたんですよだけどこのせいかなと思ってやめてみましたそしたら気のせいかですねちょっとトラブルが少なくなった気がいたしますだからこの SP+++50 なんていうのをつけてましてですねシミ予防のために。 だけどあれって結局肌トラブルのもとなのかなと特に私のようななぜかアレルギーになってしまった人間にとって肌だけに塗ってるものっていうのはあの日焼け止めしかないよなとか思って日焼け止めめををやててみるっていうことに発想の転換たたしましたまあ、日傘差してるわけですしね、まあ、それはあのシミになるのは嫌なんですけども肌トラブルの原因の一つは日焼け止めかもしれないと。 思いますねまあでもそのうちもうくたばっていきますからねもう別に外見をあんまり気にしないようにしてるんですけどねでもあんまり見苦しいとやっぱ動画再生の持ちも下がるんじゃないかなと思ったりするんですけどそこは内容で頑張りますというわけでねまたいろいろと調べ事をいたしますまたコメント欄にいろいろと書いてくださいねそれではまたお目でかかる日を楽しみに